大賞受賞者トンチャイ・ウィニッチャ君、民主主義と市民社会の発展に貢献し、知識人の範となる歴史学者。タイのバンコク生まれ、タマサート大学に入学、学生運動にも参加し歴史学の修士号を取得。その後シドニー大学大学院に留学し、修士号と博士号を取得。1988年からはタマサート大学で、1991年からウィスコンシン大学マディソン校の歴史学科で教鞭を取りながら、数々の研究機関で研究員として活動し、学術の国際交流に貢献。1994年にサイアムマップと邦題地図が作ったタイ国民国家誕生の歴史を出版。地図の作成と利用のされ方に着目し、近代的な国家と国民がいかに確かな実態として人々の心の中に入り込み存在するようになったのかを研究し、第11回福岡アジア文化賞受賞者のベネディクト・アンダーソンをはじめ、世界の人文社会科学に大きな影響を与えた。最新の著書「モーメンツ・オブ・サイレンス」では、過去の経験を振り返り考察することで新たな歴史学の方向性と可能性に挑んでいる。これらの著書はアジア太平洋賞をはじめ数々の賞を受賞している。また王政と民主主義、国民国家、法治の制度などの歴史と現状と今後についてタイ語で8冊の短著書を発表。タイの学生や市民の政治意識や活動を支え導く存在となり、現在も大学で教鞭をとっている。大学と社会をつなぎ、民主主義と市民社会を発展させるため貢献し続けているトンチャイ・ウィニッチャ君氏の功績は、まさに福岡アジア文化賞大賞にふさわしい。